OK。午前も頑張ったしお腹が空いたな。あら、今日も元気？今日も元気です。またお昼ご飯。あ、みちるひかる。ねえねえ。はい、するする。一緒にランチしよう。同じ会話かな。やったー。楽しくなりそう。楽しくなりそう。また同じもの食べないでね。二人とも同じもの食いそう。あ、違う。三影先生っていつもいい匂いがするんだよね。へえ。やっぱなんかひかるの方やっぱ多くない？なんか。ヒカルの方多くないですか、量が。え、そう、あれ、マリーは感じない、うん、なんかちゃんと匂ったことないかも。多分あれは植物の香り。そうなんだ。想像だけど、お家で食用ハーブとか、確かにするけど、お花を育てているんじゃないかな。いえ、園芸部じゃなくて。そう、だって香りが染みついているから。へえー、そうそう、近くにいつもあの匂いの元があるって感じだよね。三影先生の香りちょっと気になるかも。嗅いでみて。私嗅げないからさ、代わりに嗅いどいてね。え、氷室くんとのデートは15日だからまだ良き。図書館で調べ物してたら遅くなっちゃったな、急いで帰ろう。調査完了。あ、ここに来て？あれ？誰かまだいるみたい。え？ここに来て？待って、ここに来て新キャラ来たんだけど、嘘でしょ？ごめんごめん、びっくりさせたよね。大丈夫？うん、大丈夫。え、かわいい、なにこの子。あ、はい。あ、俺は本田育。本田育。君は？本田育くん。下の名前珍しい名前だな。私はデラックスマツコ。あの、いたって普通の名前ですけど。本田くん何してたの？うんうん、知りたい？いいよ、教えてあげる。ちょっと目を閉じて。目閉じる、はい。え、うん。今、君は自分の教室で席に座っている。はい、座っている。さて、窓はどっちにある？左手。左？はい、正解。じゃあさ、中3の教室、中2の教室って遡ってみて。全部左にある。あれ、ずっと左に窓があったかも。全部左に窓があるわ。ピポピポーン、大正解。なんでかどうかわかんないけどさ、教室の窓って左にあるのが基本設計なんだ。へえ、そう言われてみれば左だわ。全部幅学高等部の教室もすべて左で確認済み。あ、全部確認したんだ。すごい、気がつかなかったよ。でもどうして？そう、そこが気になる。うんうん、右から光が入るとペンを持つ右手の影がノートに落ちて見にくいからだってさ。あ、え、そうなんだ。生徒のこと考えて設計されてたんだ。身近なことなのに全然気がつかなかったよ。へえ、そうなんだ。そういう気づきが知恵の第一歩。それじゃあまたね。あー、バイバイ。え、可愛い子だな。でもね、俺左利きだからちょっと複雑なんだよね。そうなんだ、影になるじゃん。本田くんか、ちょっと変わってるけど面白い人だな。え、いいね、本田くんいいね。本田くんいいじゃないですか。あ、マリーだ。マリーです。ヒカル、今帰り？うん。あ、一緒に帰ろっか。うん、一緒に帰ろう。じゃあ行こう。ヒカル可愛いな。ヒカルも攻略したい。ヒカルと楽しく下校した。あー、なんか、これ誘われたからって会話が発生するわけじゃないのか。今週はバッチリ頑張ったよね。お、へぇ、狭間くん。やるじゃん。勉強も好きなんだな。勉強最近ちょっと頑張ってて、もうパラメータマックスになりそうなんですよ。やったね。いい感じじゃない？めちゃめちゃ。今度のテストめっちゃ期待できそうなんだけど。成績爆上がりでは。7月か。ちょっと頑張ろう。あ、てか本田くん来たから、あれだな、またちょっと電話しないといけないな。さあ、デートに行きましょう。デートに行こう。ビビッ
ットが好きっつってたな。ビビット作れるかな。ちょっとやってみるけど。ウルトラセクシー。きた。パーカー。黄色い。服。水色。あ、いいんじゃないですか？変な服装だけど。一応条件満たしてるし、ビビットの。行こう。あ、やっと来た。これ誘いには乗ってくれるんだ。予定外に時間食った。あ、そうなん。いや別にいいけど。何かあったの？何かなきゃ遅れないでしょ。いや、そうかもしれんけど。もう大したことじゃない。教えて。行こう。教えて。どうかした？教えてくれない。やめて。え、ごめん。マジで久々に来たな、このタッチ機能。ごめん。どうかな。いや変な服装だと思うけど。悪くないかと。まあ似合ってるとも言える。似合ってる。ほんまか。やったね、この服高評価みたい。ほんと流行に敏感。お、感心する。やった。そうだね、流行をかなり取り入れたので今回。でも似合ってる。いいんじゃない。きちんと情報を活用できてる証拠。ありがとう。流行取り入れてみてよかった。パーカーと、あと色かな。いい天気ね。あ、意外となんかこれのんびりするのは好きなのかな。うん。何？やめて。え、待って、お前マイナスでもプラスでも同じ反応じゃないか。マイナスでもプラスでも同じ反応かよ。日差しが気持ちいいね。うんうん、眠くなってくる。まさに春って感じだよね。日向ぼっこしようか。日向ぼっこしよっか。無駄っていうか贅沢な時間の使い方だ ね。悪くない。リッチに行こうか。リッチに行こう。失礼。やったね、バッチリ好印象。いや待って、氷室くんと結構なんか落ち着く。あれじゃないか、意外と。話があるの聞くよ。合うんじゃないか、意外と。私ものんびりするの好きなんですよね。話があるなら聞くよ。いや今話してたやん。悪くない一日だった。ほんと？よかった。何？きちんと言葉にして。いやだって仕方ないじゃん、言葉にできないんだからこれ。そういう機能なんですよ、システムの問題なんですよ。じゃあさよなら。はーい、さよなら。ただただのんびりして終わったな。ふ、最新刊の羽ばたきウォッチャー、早速屋上で読もう。あ、付録のピンナップが。どこに飛んでっちゃったんだろう。そんなに飛んでいくかな、廊下とか教室で。なんか飛んできた。めちゃくちゃ風。ん？これまた新キャラか？これハバチャのじゃん。いや、既存のキャラじゃないよね、多分。いけね。あ、だよね、やっぱりそうだ。あ、そのピンナップ私のなんです。今廊下で落としちゃって。そう。じゃあ、はい。あ、ありがとうございます。ありがとう、見つかってよかった。うん。あれ、あなたのその本も最新の羽ばたきウォッチャー？そうだけど。今つけてるブレスレット、ピンナップの高校生モデル奈々くんと同じものだよね。あ、ほんとだ、同じのつけてる。別に。違う、顔一緒。よくあるものだと思うけど。顔一緒なんですけど。同じだよ、ほら、色も形も、石の順番だってそっくり同じだもん。しっ、声でかい。じゃあバレたくないなら同じものつけてこなきゃいいのに。同じだから何。同じだし、もう髪もなんなら顔一緒だからね。もしかしてファンなのかなって。ほら奈々くん、男の子のファンも多いから。ああ、そうそう、ファンなんだよね。そっか、奈々くんかっこいいよね。まあモデルだしな。背も高くてスタイルも良くて雰囲気もワイルドだし顔もシュッとして。ん？あれあれ？おかしいぞ。ねえ、ナナ君に似てるね。
七つ森みのる。七くんだ。名前も似てる。名前も似てるね。もうなんかもうちょっと違う芸名にすればよかったのに。もしかして七くんなの？し、声でかいって。まあでも花つばきツインズも通ってるんだし、普通に通えばいいのに、まあ嫌なんかな、騒がれるのが嫌みたいな感じなんかな。ごめんなさい。いや、悪い。俺も怒鳴ったりして。いえいえ。なあ。嫌なんだね。あんたならこの状況分かってくれてると信じて言うけど、モデルのナナと今ここにいる七つ森みのるは別々の世界で生きてんの。で、今の俺は七つ森みのる、畑学園に通う普通の高校生。オッケー。うん、オッケー。仕方ねえな。大変よくできました。頼みますよ。頼まれてやるか。ふふ、じゃあまた。じゃ、あんたの名前は？あ、そうだった。私はデラックスマツコ。じゃあまたね、ナナ君。バカ野郎。今の俺は。バカ野郎。ごめん、つい。じゃあまたね、ナナツモリ君。ナナツモリってすげえ名前だな。マジで頼みますよ。カタカナの2が入るとかあるの？名字に。高校生モデルのナナ君が同じ学校にいたなんて、この秘密ちゃんと守らないと。いや、ちょっと待って、いきなり新キャラがめっちゃ出てきたんですけど。めちゃくちゃ出てきたけど。いや、もう、すでに番号交換しとる。あー、いいね。ちょっと、この辺、本田くんとか七つ森くんとかも。デートしたいな。ヒカルさんちょっと電話して。本田育くん、1月18日ヤギ座、大型、174センチ58キロ、本屋さんでバイトしてるね。いろいろ興味がある中でも昆虫が特に好きみたい。へえ。コミュニケーション好きな彼はやっぱり見つめたりおしゃべりしたりするのがいいみたい。あ、そうなんだ。コミュニケーションが好きなタイプなんだね。で、七つ森みのるくんが、2月9日、水亀座の A 型。185センチ、でか。73キロ、バイトはモデル。今は一人暮らしだけど、実家のお父さんはとても厳しいそう。あ、そうなんだ。一人暮らししてるんだね。身長のある彼は、女の子が見つめてきたり、頼ってくれるのが嬉しいみたい。セットした髪は、ダメ。なるほどね。セットした髪は、触っちゃダメってことかな。うん。あのタッチ、なんだっけ、スキンシップの時に触らない方がいいってことか、髪の毛。そろそろファッションアイテムの新作が出る頃だよね。ファッションアイテムの新作。ふう、まだちょっと早すぎたみたい。今日はお茶して帰ろっと。ファッションアイテムの新作か。あ、すよ。え、モデルモード。七つ森くんモデルモードか、これ。七つ森くん休憩中？そう、今日は新作アクセの鳥。へえ。そっか、やっぱりまだ早かったんだ。あ、それが欲しかったやつ。ああ、新作目当て。はい。うん、でも全然見つからなくて。言ったろ、これから新作の鳥だって。新作取って、その後しばらくしてから出ると。ふふ、焦りすぎたかな。いや、いいことだと思うぜ。常にアンテナ張ってんのって。七つ森くんもおしゃれはやっぱ好きなんだろうな、モデルだし。あんたもだいぶ持ってそうだし、この後。いや、持ってないっすよ。お互いの自慢話でも。全然持ってないっすよ。賛成。いや、賛成じゃねえよ。七つ森くんとファッションの話ができるなんてちょっと贅沢すぎるかも。おー、すげえ。あ、こういうイベントも来ましたね。なんかすげえ来るな、イベント。あ、そういえばもうすぐ三影先生の誕生日だ。プレゼントどうしよう。買いに行く？三影先生でも前回買ったからな。今回一回飛ばすか。プレゼントなんてしないわ。ちょっと草生えるけどな。うん、別に買わなくてもいいかな。どうもありがとう。よし。
大盛況だな。兄さんお目が高い。それはいい品だよ。兄さん、あそこにいるのは風間くん。お、風間くん。うわ、そうですね。通常ならしっかりと管理保管されるべき由緒正しいタンブラー。由緒正しいタンブラー。あー、でもやっぱお父さんの仕事の影響は受けてるというか、ちゃんと目利きができる。すごいな、でもこの年で。そうそう、分かる人には分かるでしょう。オッケー、特別に10リッチだ。10リッチ。1リッチ均一の箱にあったけど。間違い。だから10リッチね。それで合点がいきました。では適正価格で売ってあげてください。あー、なんか言ってたな、それ相応の価値で売りたいみたいな。え、お兄さん買わないの？5リッチな。オッケー、毎度あり。お買い物上手やるね。ふふ、風間くんお買い物上手だね。見てたのか。あれは買い物じゃなくて救出。救出？そう、全く価値のわからない人間に不当な価格をつけられて地べたに並べられてるのを助けた。なるほどね。いい品物なんだね。価値はそれを理解する人の前で初めて決まるんだ。確かに。さっきまでこいつは1リッチ。そっか、今は5リッチ。いや、100倍はするよ。え、そうなん？ 100 倍？おじいちゃんのところで。マジ？適正価格で売ってもらう。おい、いい買い物してんじゃねえか。これじゃ父さんと同じだな。まあいいんじゃない、別に。風間くんのお父さんイギリスでアンティークのお店してるんだよね。そう、アンティークビジネスな。アンティークビジネス。品物も人もさ、正しく価値を評価してくれる人と一緒にいないと不幸になる。風間くん？それは評価が高すぎても同じなんだ。風間くん、なんだか寂しそう。寂しそう？ダメなんかい。あ、そうだ、今日絵の具が切れちゃったんだ。帰りに買っていこっと。画材屋さんは確か、お、何？わ、わ、あ、誰？あ、すみません。すみません。大丈夫ですか？大丈夫です。ディスカウントスーパー、簡単丸ごとお掃除シートとバラ。はい、あ、綺麗なお花、潰れなくてよかった。ええ、無事ですよ。めっちゃ美しすぎない、この人。前を見ていなくて本当にごめんなさい。ここに来て新しい男の子ラッシュなんだけど。あ、でかこれが最後の一人か。それを言うなら、こんなお荷物で突っ立ってる僕。いや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 、ぶつかったこっちも悪いですよ。すいません。いや、私の方こそ。優しくて強情な人だ。初めて言われました。え、僕はヒイラギ屋の助と申します。あ、出た。両手が塞がったままでの挨拶、お許しください。ヒイラギ屋之助くん、声優が福山潤さんですね。名前だけこの裏のパッケージのキャストで知ってたんですけど。いえ、私はデラックスマツコです。僕も幅学に通ってます。え、そうなん？あ、え、同い年？え、そうなんですか？ええ。あ、でもそうだよね、素敵な偶然ですね。卒業時に告白をする前提であれば先輩は絶対にありえないのか。あの、道を教えていただけますか？はい、いいですよ。着きました。ここがイベントホールで。ああ、いた、座長。座長？劇団員。え、座長？劇団員の、劇団員の座長してんの、この年で。失礼、すぐ戻ります。え、ヒエラギ君、今座長って呼ばれてた。失礼しました。おかげさまでなんとかリハーサルに間に合います。ヒイラギ君、泣きぼくろが素敵。リハーサル？ええ、
ここで舞台をさせてもらっています。ちょっと買い出しのつもりが帰り道を見失いました。あなたに会えてよかった。いや、こちらこそ、知り合えてよかった。いえ、すぐ近くでしたから。座長、時間ですよ。頑張れ。よろしければいつでも感激にいらしてください。感激、はい。では。はい。また柊木くんか、幅学生だって言ってたけど、高校生で座長さんなんてすごいな。あ、ポスターがある。ん、主演柊木弥之助って、え、役者か。役者さん。すげえな。幅学やばくね。芸能人めっちゃ、いるじゃん。そうだ、今月の幅茶に載ってた新作アイテム見に行ってみようかな。また売ってないんじゃないの。はぁ、あ。いらっしゃいませ。お一人様ですか。あ、はい。す。え、また?また息を吸う声が。また?いや、何回出てくる。あ、七つ森くん。当ててやろうか。はい。え?あんたがここに来たわけ。ズバリ、ハバチャに掲載されてた新作アイテムのバレてる。に言ってみたものの、すでに売り切れていた。あ、売り切れてたんだ、今回は。ビンゴ、よくわかったね。そんなしょんぼりした顔で、一人喫茶店に入ってくる女子見たら、だいたい想像つくし。いや、わからんやろ、そんな。振られたかもしれんやろ。ふふ、そっか。さすが七つ森くん。あれ、ハバチャに乗ってたやつ。発売当日にソールドアウトしたらしい。へぇ、めっちゃ人気だったんだね。だよね。そんなあなたに朗報。え、なになに。5日後にネット通販がスタートする。おお。もうワンチャンだ。やったぜ。もう発売スタートした瞬間、ホームページブレーッと、ホームページじゃないわ、通販サイトブワーッてやらないと、更新更新更新つって。ほんと?なあ、お試し。ありがとう。七つ森くんの情報なら確実だよね。ありがとう、七つ森くん。いや、みんな気になるなぁ、なんか。みんないいキャラしてる。あ、いい風。窓際の席の特権だよね。へぇ、なんか久しぶり。なんか雰囲気出してんじゃん。風間くん、今いい風が入ってきてるの。どれ?来ないじゃん。普段の行い。言うね。はあ、お前の方のね。暇持て余してる人の日向ぼっこを邪魔したら悪いからな。じゃあ。くっそー、言ってくれるな。まあ、すごい風。いや、本当に?風間くんが去った瞬間。大丈夫か?え?え、どういう状況これ。すごく近く感じる。なんだか今ここに2人だけしかいない世界みたい。ちょっと待てー。私の意に反して風間くんと距離が近くなっている。す、あのさ。はい、どうしたの。改めて息を吸って。何?次、体育だから着替え行くよ。あれ、二人が消えた?は?おい、カーテンの中で何してんだよ。あ、これカーテンの中。てか窓際の席やったんや。風が強えから窓閉めたんだよ。あ、カーテンの中にいたの今。さっき風間くん何か言おうとしてたよね。これクラスで公認カップルみたいになってる。カップルじゃないんだけど。あ、柊木くんだ。さすがに柊木くんは、柊木くんだけど、一緒に帰ってくれるかな?柊木くん。はい。弥之助。何でしょう?よかったら一緒に帰らない?構いませんよ。あ、本当に?やったー。よかった。じゃあ行こう。やったー。そういえばもうすぐ体育祭だね。あ、そうだ、体育祭あるわ。忘れていた。ええ、とても楽しみです。笑った顔かわいい。美しい。柊木くん、そんなに運動が好きだったっけ。
運動というか運動会が好きですね。どんな競技でも僕にとっては新鮮。どんな競技でも僕にとっては新鮮。そっか、小中学校のそっか、小中学校の頃はあまり参加できなかったんだ。ええ、これでも一応物心ついた時には看板役者でしたので。ああ、それであんまり学校のイベントとかに参加できてないんだ。それじゃあ当時の分まで幅学の体育祭思いっきり楽しもうね。ええ、どんな競技にも全力で参加します。いや、ニコーってなるのかわいい。そうだ、一つ質問いいですか？ああ、どうぞどうぞ。大玉転がしって、いやいや、そのまま。どういう競技？言葉のままなんですよね。その名の通りだよ。大きな玉を転がすの。未知の体験ですね。まず、人生で大玉に出会ったことが。いやー、待って、かわいいな、この人。それを転がすなんて。かわいい。楽しみです。楽しみか、よかった。楽しもうな。かわいいな、ヒイラギくん。ヒイラギくん、どういう想像してるのかな？へえ、ああ、いいっすね、ヒイラギくんもいいな。あ、ヒイラギくんもいいね。